リノベーションマンション東和調布柴崎コープ106号室のご案内をいたします。こちらが約 8.7 畳のリビングダイニングとなっております。リビングダイニング壁面には落ち着いた色味のアクセントクロスが貼られておりますので、家具ともマッチしやすくなっております。リビングダイニングに隣接した洋室です。リビングダイニングと洋室の間に引き戸を採用しておりますので、一体利用が可能です。洋室には可動棚やウォークインクローゼットを設けました。大きいものなども収納が可能です。続きまして、こちらがキッチンスペースとなっております。キッチンには食洗機、一体型浄水器もついております。キッチンの隣には可動棚や棚もご用意しております。続きまして、こちらが電話台です。続きまして、こちらが洗面スペースとなっております。洗面室には収納もたくさんご用意しております。こちらが浴室です。浴室には浴室換気乾燥機がついておりますので、雨の日でも洗濯物を干すことが可能です。続きまして、こちらがトイレです。トイレの壁面にもおしゃれなアクセントクロスが貼られておりますので、とても落ち着いたスペースとなっております。こちらが 4.5 畳の洋室となっております。こちらが玄関スペースです。玄関は白を基調としておりますので、とても明るく清潔感のある空間となっております。こちらがバルコニー兼専用庭となっております。以上でリノベーションマンション東和柴崎コープ106号室のご案内を終了いたします。